ここに立ってるだけだと弾かれちゃうんですけど、ね、こんな感じで後ずさりするんですけど、どう？勝ったな。俺は一心同体だ今こいつと。俺は箱の中にいるだろう今。ああこのようなものじゃなくなってしまう。あれ？本を読むとこう後ずさりしなくて済むというか。で抜けろ、壁抜けだ。ジョエルかな、ジョエルじゃねえなあれは。抜けろ、壁抜けだ。あ、どこいる、どこいる、どこ行ったよ。ジャンプ、ジャンプ。あ、普通はこうなんのか。え、動けない。え、動けませんでしたけど大丈夫ですか。ね、やった、逃げれた。なんだ、なんだろう。 OK、 セーフ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 。ここでこいつをこのフリッカーに食わせてバリアを作ります。え、なになに、今タイタニックしてた俺。お、倒れたじゃん結構。あれ意外と大丈夫なんじゃね。あ、飾りだわこれ。音も飾りっぽいけどな。あ、当たらんじゃんほら。やっぱりこいつら飾りだ。やっぱりこのなんか一部だけ飾りじゃなかったんだね。リッカーセクシーだよね。リッカーこれ男性と女性で体つき違うんだよな。ハズソンです。ということでここですね。ここ敵がまだこう気配感じないんですけど、登るとこう敵がいるんですね。ねえ、丘のふもとに何かいるってあの男じゃないかい。おいおい、奴は近くだ。さっきトラックに吹き飛ばされたんだぞ。で、まあ動けるようになるんですけど、敵多分火炎瓶が当たると思うんですよね。おお、攻撃されてるになってる。丘のふもとに何かいるってあの男じゃないか。当たらなかったか。おいおい、奴は近くだ。さっきトラックに吹き飛ばされたんだぞ。当てましょう。このぐらいじゃないかな。よし。丘のふもとに何かいるってあの男じゃないか。返答がない。どういう問題ない。ありえない。だろ。なんか綺麗な返しだったな。これ絶対これこうされるって予想してたでしょ、ゲーム会社さん側が。誰かが犬を殺した。敵がいる。これここだ。今回犬いるからちょっと心が痛むんだよね。ただちょっとなんか若干挙動がおかしかったというか、燃えてるけど立ってたというか、普通に平然としてた感はあったよね。何探せばいいんだ。侵入者。左のやつは
左のやつは俺が。頑張れ。まあ通常こんな感じでいきますね。左のやつあっちかな。あの家を見るか。うん。ちゃんとやってくれんだよこれ。こう。左のやつはやったーと。壁にもっと警備つけろってのは。ほんとバッカみたい。あの家を見ようか。うん。瀬戸ね、なんかジェシーがね、おかしくなっちゃったんだ。来た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 。これなんかすんげえ走ってんな。俺の獲物って。俺の獲物どこやねんって。俺の獲物どこやねん。俺の獲物どこやねんって。やばい、俺の獲物どこやねんをしてんだよね。まあ倒すとね解除されるけど。よし、行くぜ。いいよ。アクセル踏んでみて。よしよし、もっと。よし、あれ元から座れてないんですけど。あー、何今の。もっと。よし、あれ元から座…頑張ります。これなんかおかしいやん。だってほら、これでちょっと運びます。運べない、運べるっしょ。ダメなの。ダメー。ちょっと、とりあえずあの子カメ子じゃないんですよ。で、いや違うんですよ。ちょっと何今の。罠にかかったんだ。何？先にやっちまうと出ないもんな。くすぐりかな。
やめよう。